ブルーのゴルニッシュ、ブルーのゴルニッシュは、フランスの学者、政治家。フランスの政党国民連合のナンバー2である、全国代表、欧州議会議員、院内会派アイデンティティ、伝統、国家主権共同代表、ローネアルプチーキ県議会議員、リオン市議会議員。ゴルニッシュは、彼の思想と国民戦線における位置によって、フランスで論理を呼ぶ人物の一人である。 ブルーノ・ゴルニッシュ、2006年1月1950年1月28日、ヌイ・シュルセーヌに生まれる。当初は外交官を志望し、法律、政治学、北東アジアの諸言語を学んだ。ナンテール大学在学中にジャンマリー・ルペンに出会う。また、フランス海軍予備役将校となっている。1971年に、フランス国立東洋言語文化研究所で日本語、 マレーシア語及びインドネシア語の学位を取得した。1973年パリ政治学院で政治学の学位と公共法における修士号を取得する。1974年京都大学に留学し法哲学を中心に学ぶ。京都留学中は三条一軒のボロアパートで銭湯に通ったという。また、万葉集、源氏物語、 平家物語などの古典から三島由紀を川端康成、芥川龍之介まで日本文学を少了した。帰国後、1978年にパリで法学博士号を取得した。1980年以降、パリの放送協会で弁護士登録し、法律顧問、弁護士として活動した。専門は東アジア諸国の法律である。 メス大学法学部助教授を経て、1981年リオン、第三大学教授となり、日本語と日本文化論を教えた。妻は日本人で3人の子供がいる。2007年1月、ゴルニッシュは、リオン経済裁判所から1990年制定の下層法で禁止された人道に関する罪に対する論争の罪を問われ、執行猶予3ヶ月の禁固刑と、 罰金5万5000ユーロを宣告された。2004年10月11日、ゴルニッシュは以下の発言を行った。ゴルニッシュはその後も発言を繰り返したが、ゴルニッシュのホロコースト否定とも取れる主張は、時期的にアウシュビッツ強制収容所解放60周年を間近に控えていたこともあり、センセーショナルなものとなった。リヨン大学の学長は国民教育省に対して、 ゴルニッシュを停職とする懲戒処分を検討していることを報告した。12月26日、リオン大学学長はゴルニッシュを30日間の停職処分とすることを発表した。すでに12月2日には大学当局はトラブルを防止するため大学校内にゴルニッシュが入ることを禁止した。もっともこの決定は2005年1月14日に 国務院によって取り消された。同年2月2日、ゴルニッシュは、リヨン第三大学における講座を再開した。しかし、今度は左翼及びユダヤ系学生によって教室への学生の入室が妨害しようとし、これに対抗して、国民戦線側の学生は反対派と対峙し、乱闘騒ぎを起こし警官隊によって、多くの学生が逮捕される始末であった。 2006年11月7日、裁判の冒頭、口頭弁論で、ゴルニッシュは、ナチスによるユダヤ人の組織的殺害の有無に関わらず、ユダヤ人への迫害そのものが人道に対する犯罪であったことを認めるかどうか、尋ねられ、その通りであると答えた。ありがとうございます。